皆さんこんばんは、ジェキーです。本日やっていくゲームはセラフズラストスタンドというゲームで、このゲームね、スチームで100円で売ってて、もうなんだろうなすげえ気になったので買ってみましたね、一応ね、ローグライクということで、なんか面白い感じになるんじゃないかなと思ったんですが、一回やってみてね、この魂マーク、炎マークみたいなやつを8個手に入れたんですが、結構ね、本当に面白くていい感じに作り込まれていたので、このゲームご紹介したいなと思いまして、やってみることにしました。というわけでね、早速やっていきましょう。でね、このゲームなんですが、本当に操作が簡単で、クリック長押しでこうやって打ち続けて、 WASD で、移動して、でまあジャンプはスペースとかそんな感じで、めちゃくちゃ簡単なんですよね。で、敵を倒すごとにこうやって何か一つアイテムをもらえると、これでどんどん自分を強化していくっていう感じなんですね。で、コスト5、これ多分今8個持ってる、これのうちの5個を消費すると、これを入れ替えることができるっていう感じかな。今回はどうしよっかな。出血ダメージとか与えていこうか。いいんじゃない。火力をどんどん増していきましょう。で、クリックがめんどくさいなと思ったら、 Q ボタンを押すことによって永続的に自動でオートで発射してくれるようにすることもできます。で、今回は弾のダメージとか上げていこうかな。火力は大事ですからね。これでちょっと倒しやすくなるはず。でね、マウスポインターでこうやって撃つ方向を決めることができるので、ね、ちゃんと狙っていかないといけないっていうのも若干あるかな。どうしようかな。これはクリティカル率上げていこう。クリティカル入ったら多分即死でしょ。 OK、 いいよ。ただね、このゲームね、ちょっとね、まだそんなに進んでないんであれなんですが、後半に行くにつれてね、若干目がおかしくなるかもしれないっていうねそういう恐怖もちょっとね抱えつつの、ゲームなので、まあちょっと休憩しつつ、やる方はやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。よいしょ、こわ。これね、そう、左上に体力があって、あの体力がゼロになると死亡っていう感じかな。どうしよっかな。おー、ほうほうほう、この新しく獲得するコモンアイテムは効果が 35% 上昇。こういうのどんどん取っていった方がいいんじゃないかな、最初のうちにね。よし、いいよ。で、敵がちょっと強くなりましたね。よいしょ。あのね、若干大きいやつはね、なんか強いんですよなんか強いので注意していかないとね。移動速度上げよう。よし。そう、あの弾がね、多分ね、貫通しないんじゃないかな、若干強いんじゃないかな、一発で破壊できないっていう。ただ私は貫通力を上げてるからなんとかなってるって感じかな。どうしよう。おー、多分これレアリティ高いやつをどんどん取っていった方がいいと思うんだよね。なのでプレイヤーがちっちゃくなる。
俺にしよう。若干このジジイがちっちゃくなったかな。よし、オッケー。このおじいさんは誰なんだろうな。なんでこんな仕打ちを受けてんだろう。このおじいさんはなんかしたのかな。多分ね、この四角い牢獄なんだろうね。勝手にストーリーを作っていく。で今回は弾のサイズ上げよう。いいね、ちょっとでっかくなったね。オッケー。で慎重にちょっとずつ倒していきましょう。あれ、ダメージ受けてる、やべ。よし、オッケー。出血ダメージってそんなだね。1ダメージとか。オッケー。そんで温度は触媒、攻撃力を上げよう。攻撃力が上がって悪いことはないでしょう。よし、あ、ちょっとやべ、あぶね。よし、オッケー。ちゃんと狙っていかないとね。よし、オッケー。ううよ、やべ、ちょっとあって。よし、オッケー。敵の攻撃がばらけてくるときついね。そしてどうしようかな。はあ、はあはあ、落雷にしましょう。いいね、空から降ってくる。あれに当たったら一撃でしょう。おお、倒せてる。やばい、食らった。よし、ちょっと逃げつつ。よいしょ。本当にちょっとずつ相手移動していくのがいいんだろうな。よいしょ、 OK、 OK、 よっしょ。うん、いいね。ね、攻撃速度上げよう。ちょっと今遅すぎる、攻撃のスピードが。危ね。よし、 OK。 近づいてくるやつも出てきたね。 OK、 よしよし、いいよ。雷もうちょっと。 OK、 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 ナイスナイスナイス。そうしたら生存する敵の数に応じて HP 再生、これにしてみよう。どういうタイミングで発動するのかな。今が HP27、 やっべ。25だね。あ、26になった。なんだ、なんか1回復したけど、なんだろうね。さっきの生存する敵の数に応じてっていうのがちょっとよくわかんねえな。でこれにしよう。暗黒門アイテムの出現率増加、こういうのは絶対先に取っておいた方がいい。後々ね、めちゃくちゃな恩恵が多分授かれるはず。そしてちょっとやばいな。 OK、 一回ここ今のやつ超えちゃえばしばらくは安心だね。 OK、 よし、よし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 、いいぞ、順調順調。 OK、 いいよ。そしたら吸血、 HP を回復していく。よいしょ、 OK。 ちょっと待って、近づいてくるやつ厄介だな。よし、相手食らった。あー、でも私には吸血がある、回復できてるはず。ちょっとずつ、よし、 OK、 いいよ、よし、ふう、いいね。で、これかな。新しく獲得するコモンアイテムは効果が 35% 上昇。あ、でもコモンアイテムか、白いやつか。あ、どうなんだ。まあ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 、やっていこう。よいしょ、 OK、 近い近い近い、よしよし。そしてなんか新しいの来たね、ボスみたいなやつ。
あれは3体いるって感じか。そうだね、あれで1つじゃないね。 OK、 1体ずつ倒したい。よし、いいぞ。 OK、 順調順調、素晴らしい。 OK、 倒せ。 OK、 でどうしようかな。これはプレイヤーが 10% ちっちゃくなる。どんどんこのじいさんをちっちゃくしていこう。このじいさん、この場所から抜け出したりした後、生活に支障出ないかな。ちっちゃくなるって恐ろしいことだと思うけど。よいしょ、 OK、 いいね、雷が入った。そしてあとはこうやって一体ずつ削いでいくと。いいね。そしたら攻撃速度上げていこう。ちょっと遅いな、攻撃速度が。よし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 、一体ずつ丁寧に丁寧に倒して、お、抜けて、よし、 OK、やばい、よし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 、いいぞ。あいつを倒して OK、 あとはもうあいつらよ。危ない、よし OK、 いいよ。いや、こいつらだけになったらちょっと休憩タイムだね。 OK、 でどうしよう。倒した敵から2つの弱めの弾がランダムな方向へ発射。こういうのやってった方がいいかな。やっていこう。弾けろ。なるほどね。ああ、すごい弱そうな弾だね。まあまあまあ、ないよりはね。OK。よし。倒しちゃって。OK。あとは、こいつら。よいしょ。そしたらこれかな。再生、生存する敵の数に応じて HP 再生。生存する敵の数ってなんだろうな。どのぐらいの周期で回復してんだろう、それも気になるね。そしてちょっとまずいかも。 OK、 回復ったすごいな、すごい慎重な操作が要求される。 OK、 よし、あとは君たちだけ。よし、もう本当に休憩時間だ。そんで、どうしよっかな。能力の選択肢プラス1、いいじゃん。選択肢は広げた方がいい。よし、近いのは嫌だ。よし、 OK、 ちょ、痛え痛え、やっべ、やばい、もうやばい。こんなところで死にたくはない。よし、 OK、 よし、危ねえ危なかった今の。これでちょっと吸血で回復したいかな。よし、いいよ、 OK、 そんで、はあはあはあ、俺はちっちゃくしていこう。すげえちっちゃいおじいちゃん。よしよしよし、倒して、危ない、 OK、 よし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 、かいくぐって、圧がなんかどんどん硬くなってんな、敵が。よし、 OK、 やばいやばいやばい、ちょっと弾も大きいね、早いし、怖い怖い怖い。 OK、 よし、ちょっと移動して、おーし、 HP は徐々に回復してきた。
いいよ。そしてどうしよっかな。クリティカルダメージプラス 50%。 はあ、なるほどね。アンコモンアイテムの出現率増加、これは絶対嬉しいはず。やばい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 、近い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 。ちょっと待って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 、敵が多すぎる。これはもう行くしかない、無理やり。 OK。 そしてちょっとでも弱いやつから倒していきたい。いや弱いやつ守られてんな、あれ。よし、やばい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 。ちょっと避けるのに専念して、あ、敵に当たってない。よし、やばい、 HP が死ぬどうしよっかな。HP 最大まで回復やっとこうかな。あー、いやでもこの再生っていうのどんどん積んでってもいい気がするな。どうしよう。いや一回回復しとこう。これは背に腹は変えらんない。死んだら意味がない。よし、やっぱ、あ、ちょっといて、ちょっとどころじゃねえ、すげえ減った。やっぱこれはやばい、マジでやばい。よし、オッケー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 。あ、いってー、食らっちゃった。いけるか、倒せるか。よし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 、あのちっこいの倒して、よしオッケー。であいつらか。ちょっと回復させてくれ。あれ、カーソルどこだ。 あったあったあった。この白い十字マークをね、見失うんだよね。よし、いいぞ。でどうしよっかな。非ダメージ後の無敵時間、敵が 5% 確率で回復オーブ。こっちかな、回復オーブ欲しいな。よし、ちょっとずつ移動してって、あーで弱そうなのから倒す。やっぱり、あー死んだ。はあ、うん、はい、というわけでね、こんな感じで進んでいくゲームとなっております。このゲームね、最初にもお伝えした通り100円で買えるゲームなので、もしね興味ある方は買ってみていただけたらなと思います。私はかなり楽しめましたし、楽しんでいくつもりであります。実況としてはね、単発ということで、1本限りとなっておりますが、よかったら遊んでみてください。では本日の実況は以上です。ご視聴ありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。おやすみなさい。